刻んでいこうぜ。よしきと申します。 800TT から2日明けて今日ですね。2日間、ジョグして今日ポイント練習なんですけど、前回の 800TT から課題見えたところで今日205本3セット、設定タイムが30から31、間が 200m のジョグつなぎで合計15本いくと。でセット間の間は5分、かなりタイトだね。3日が組んでくれたメニューで、ヨシキさんはもうスピードは十分なんだけども、中間さん中だるみの練習ができてないと。なのでレースペースで走りまくる練習、レースペースを反復する練習ということで、ある程度疲れてきてもその30秒のペースが自動化できるぐらい走ってください。そういった練習ですね。なるほど。なので30秒切らなくていいですみたいな、30秒切ってちょっとハーハーするぐらいなら31秒でいってください。無意識に余裕を持って30秒のペースに体を慣れさせるっていう練習。きつそう。大事なのはリカバリーは止まらないで、セット間は休んでもいいから5本の間は絶対にジョグでつないでください。でも改めて大西さんと対決して悔しいって分かってたんだけど、なんかどっかその動画で視聴者はまあでも自己ベストだしおめでとうみたいな言ってくれるかなみたいな思ってたんですお前はまだまだだし厳しいコメントしかなくて、いやでもそんぐらいね期待してたんじゃない。いやまあそうだよね、逆を返せば。視聴者のコメントでも気が引き締まる思いで今日競技場に足を運びました。これマジでさ、でもチャンスじゃない。ズタボロになってるわけじゃない、ぶっちゃけ。大西さん早いとはいえさ、短距離選手なわけよ。タイトなスケジュールといえこっちは結構がっつり練習してきたわけよ、ね、で負けたわけじゃないですか。リベンジできるって僕めっちゃチャンスだと思うんですよ。めっちゃチャンスだね。はい、頑張ります。とりあえず頑張ってください本当に。はい、はい、期待してます。はい、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、いってらっしゃい。ダッシュで行こうぜ。さあ 200m5 本かける3セットということでかなりきつい身になってます。どこまで食らいついていけるか、皆さん今日もねよろしくお願いします。今日の注目ポイントはこれ T シャツですね。オープニングで触れるの忘れちゃったけど、TKG プロジェクトの紺色ということで、売ってんのかなこれまだな。まあ別に無理して買わなくていいです。はい。そう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 。5、6、7、8、9、30秒37。さあこういう感じでね、気持ちゆっくりめのジョグで 200m つないでいくという意味になってますね。さあ次2本目いきましょう。はい、走りの自動化いいね。うん、30秒のペースになれると。5、6、7、8、9、30秒7。3本目になります。まだ、走りの中で変わってきるものは特にありません。きついかもねって、練習する前には言ってたんですけれども、そんなことなさそうですね。楽そう楽そう。6、7、8、9、29秒8。まだまだ問題なさそうです。 200m 走ってる間しか喋れないから面白くないな。はい、セットね。えいつも通りたくさん話したいんですけれども、 200m 走ってる途中しか話すことができないという流れになってます今日は。気候もだいぶ涼しくなってきましたね皆さんね。だいぶ走りやすい環境になってきて、で寒くなってきて北風も吹いてホームストレートが多いような条件も増えてきて、めちゃくちゃ記録が出るそういう期間じゃないでしょうか。タイマー読まないと。7、8、9、30、29秒9。いやめちゃくちゃいいですね。このペースでいいわけですからね。逆に言えばできるはずだ君なら頑張れ。1セット目ラストです。手下げてくれやお前な、手をちょっとずれんでそれはね、タイミングがね。やるときとやらないときありますから彼。はい、さあいいよ。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30秒35。それだからレスト5分ですね。しっかり取っていきたいと思います。気持ちよさそうなメニューだけど見てると。2セット目そろそろ始まります。30秒前に迫ってきました。30秒前。かっこつけて手あげんなお前それな。俺もやるけど。5秒前。時間。さあ手下げてくれました。
これ忘れてるってことなのかな、じゃあやんないときはきついんじゃなくて、これ忘れてるよってことなのかな。6 7 8 9 29秒1 2セット目の2本目になりますね。これ次手下げないから、次手下げないわこいつ。なんやこれ、手下げろお前。5 6 7 8 9 29秒7 3本目になります。さあ手を下げてくれるのか、お下げだそう。下げない下げてくれません手を。21 22 23 24 25 8 9 30 30秒0。次の本目いきましょう。これヨシキさんも大事なんだけど、やばい、荷物やばい、荷物やばい、やばい、お前やめてくれ今ちょっと、あ、やらないんかーい、やばいやばい、ヨシキさんの200始まる、危ない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 、手を下げてくれないんかーい。カラスね、あの荷物いじろうと思いきや何もしなかった。まあ、いじられてしょうがないかなと思って僕荷物置いてたんですけど、何もしなかったカラス。めっちゃいいやつやつ。23 24 25 26 27 28 29 9秒8。2セット目の次5本目なんですけど、あの1セット目よりもね全体的にスピードが上がってるのと、このジョグの感じもなんかこうダラダラダラって感じじゃなくてスタスタスタみたいな感じになってますね。物足りてない感じあるんだろうな、やっぱり。いいじゃん、三塚先生からねもらったメニューを楽々とこなしていくよしき、いいじゃない。もういつの間にかに半分以上平気で終わってたね、早かったわ、うん。さあ手も下げてくれないのはもう、当たり前やってきました。これタイムね読まないとこんな綺麗になるよ、みんなタイム読まないとね。ゴールタイムよ、ゴールタイム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 、30秒0 OK。 物足りてない顔しますね、いいじゃない、物足りない、まだいける、全然いける、うん、2セット目は集中してやりました。全体的にタイム上がったもんね。1セット目の感覚とは同じで、上げたいとか欲張る気持ちがなく勝手に上がるんだったらいいかなぐらいの感覚で今やったんで、突っ込もうか突っ込まないかずっと迷ってたんだけど、いや動画中ずっと突っ込んでたんだけど、スタート前さ、あの手下げる時と下げない時の差って何なのあれじゃあ俺もね、周平分かりづらいかなみたいな、でめんどくさいなって思う時もあるんだよ。あれめんどくさいの、忘れてるんじゃなくて、あれ忘れてるんじゃなくて、めんどくさいかめんどくさくないか、めんどくさいに打ち勝った時だけ結局やられた、くそー、いくかあー違うやつか、完全にやられてるよ。3セット目です、いきましょう。いやもうめんどくさくなってんだこれ、でも完全にこれめんどくさかったらしいです、みんな。23 24 25 26 27 28 9秒8。3セット目2本目になります、いきます、よーいゴー。25 6 7 8 9 30 30秒6。3本目になります、よーいこ。22 23 24 25 26 27 28 29 9秒5。4本目になります、ラスト2本ですね、早くも5。いや走りの自動化って本当にいい言葉だな、うん、どれだけそれをできるか、うん。23 24 25 26 27 28 29 30 30秒5。
いいぜ。6 7 8 9 30 30秒。7、お疲れ様でした。あっという間でした。あっという間だったね。いや楽だったな。楽だったよ、うん、素晴らしいね。お疲れ様でした。いや面白いことは何も言えなくてごめんね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あこっちだ。